げ TV をご覧の皆さん、はちあげ TV をご覧の皆さん、こんばんは。こんばんは。私たち夢に向かってリードはちみつロケットです。イエーイ。今夜もはちあげに8時までお付き合いください。はい、それではカノちゃんタイトルコールいきましょう。はい、じゃあみんなで行きましょう。はちみつロケットの8時まではちロケ。ゆうきあおいさんのロースロースロースを聞いてました。MC ロース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 ロMC 森山です。よろしくお願いします。イエーイ。いやー、モリリンがね、あのですね、上機嫌だと現場がね、明るくなりますね。でもこれが毎日続くように、お母さん、鳥そぼろよろしくお願いします。そして今夜も元気なガイの皆さんです。イエーイ。わっしょい。おい、あ、君の体ですね。そうです。お、新しい。そうなの。え、待って、針まで終わっちゃう。どうしよう。まあいっか。いいよ。なんだろう、なんだろう、え、何を食べたんだろう今日。あ、今日は健康診断があったから朝を頑張って抜いたけど、うん、あの終わった直後に即食べました。次の真香です。イエーイ。で、一番が一番のね、一番です。よろしくお願いします。イエーイ。はーい、皆さんこんにちは、ガイア2番の塚本空です。ですね、今日のお昼ご飯はなんか聞いてくださいよ、ちょっと聞いてください。なんだなんだ。サラダにかけるドレッシングも米にかけるのり、のり玉もなくて、私今日草食べたんですよ。草草のまま食べて、あら、素朴な味を感じました。どうせママにめっちゃ怒ったんですよ。でしょ。でも聞いて、大人になったの。前はなんかずっとのり玉なかったら、のり玉なかったってすぐ言ってたんだけど、うん、今回はのり玉なかったって言った。うん、なるほど。のり玉サラダ。のり玉サラダ。何が変わらないか。ちょっとレッドリーになった塚本です。よろしくお願いします。ガヤ3番、今日は花山翔子こと雨宮かのんです。なんかどうしたの、顔が違う、顔が違 う、 目が、目が離れてない、目が離れてない。なんか今日はちょっと凝縮したの、ちょっと視界を狭くしようと思って。え、でもなんか全然なんかちょっと鼻がない、ちょっと鼻がない、鼻がない、鼻がない。今日はセンターです、よろしくお願いします。おお、センター頑張って頑張って。あ、ちょっとね、T シャツなかったんですよね。今日はガヤセンターでよろしくお願いします。おお。はい、雨宮かのこと花山翔です。しほちゃん、めっちゃ可愛いです。ね、今度は困るからやめてもらって。この間にちょっとね、あの行ってきた、行ってきた、あ、行ってきた、どこも行ってきた、ね、もう明日から花山つらいじゃん。アップデートしてきたの。おい、アップデート、言葉選んだ。イエス、イエス。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ガヤ5番、ハリマレーナです。学校でなんか娘にしたいって女の子に言われました。女の子に、おま、なんかすごい可愛いって言われたの今日。よかったじゃん、うん、ちょっと嬉しい。友達だと思われてないんだよ。え、嘘、怖い、現実怖い、怖い、やめてやめて、もうちょっと上機嫌らしくちょっと、ね、そうだね、うん、じゃあ言いたいことがある、みんなに。何、今日はうち背景にホワイトボードがある。見て見て、素晴らしいんだよ。そう、すごいの、見て見て、ほら見える、私が誰が描いたでしょうか。もう言うとるやん、言うとるやん、もう言うとるやん。言っちゃった。絵は、絵は空が描いて、空が描いた。字は、字は空が描いた。違います。嘘つかないでください。絵のユーフルだよ。誰が描いたの。君の。いや、めっちゃ可愛い。そうか、気分だ。え、ロケットとかヤバくない？すごいね、すごいね。ハリマのがすごい雑なの。髪の毛一本しかない。待って待って、これ誰が描いたと思った。誰だ誰だ。私。そう、あれ、私がちょっとハリマを描き忘れて慌てて描いたの。しょうちゃんが描いたの。なるほど。どう、ね、あの、こっからでちょっとよく見えないと思うので、ツイッターかなんかでまた別のね、でっかくアピールしてください。はい、はい、サイって言えよ。サイ、サイ、はい、正しいところだったら反抗期だ、反抗期だね。さあね、
ださる皆さん違うよバカさあこのところの働きといえばね、うん、明日のスタプラ公演のリハなんかしてますよね、はい、そうです、出ます、ダンシン、ダンシンシングダンシング、シンコ、はい、はい、すいませんまあね、あの明日来てくださる方もね多いと思うので、うん、ここでちょっとね私のここを見てほしいってところを、ね、ちょっとみんな一人ずつアピールするのはどうでしょうか。わーいいね、推しのここを見ろみたいなことですね、うんうん、じゃあちょっと、うんうん、いけちゃう行ったね、はい、ハリマレイナのおすすめポイントは、ハリマレイナの演技力に注目していただきたいと思います。お、演技があるんですか。そうなんです、ハリマレイナがついにちょっとヒロインっていうか、まあ、ちょっとヒロインっていうか、まあ、やっぱりスタプラの、まあ、ちょっと主人公的な役割を果たすっていうか、スタプラの主人公、はい、スタプラの主人公をあの演じる、かなこちゃんを抑えるんですか、大丈夫ですか、あ、ちょっと朝ドラ女優だよ、大丈夫ですか大丈夫ですか大丈夫ですか、それはそう、ちょっと言い過ぎました、申し訳ございませんでしたなんか毎週謝ってないそうですね、私謝ることが多いみたいですね。そうですね、まあまあということで、あの私の演技力に注目していただきたいと思います、よろしくお願いします。演技があるんだ。そうなんですよ、ちょっと新しいことに挑戦してみようかなと思って。もうあなたの時間終わりました、帰ってください。で、この流れでのんちゃんいく。私、はい、私はね、はい、私はやっぱりあのライブが結構久々なので、あの、うんうんうん、あれは年増しじゃないの。あのあれですね、フレッシュじゃない私たちは結構久々なので、やっぱ納得いかないんだけど、ごめん、どうぞ。大人っぽい私たちは久々なので何回やり直すの。なのでやっぱ生き生きとした表情を見てほしいです。なるほどなるほど。じゃあはい、行きます。どうぞどうぞ。あ、そっちの、オッケーオッケー、そうやね、やっぱセンターだって最後じゃん、早く喋って。私の注目してほしいポイントは、あの前髪を作ってからちょっとだけ代謝が良くなったんですよ。おおー、おめでとう。代謝悪くて汗が全然出なかったんですけど、昔はちょっと前髪があの花山さんみたいにきしめになるようになったので、うん、まあね、ちょっとそこを注目してほしいのと、うん、あと汗が私あんまり垂れないんですよ、こうやってタラタラタラって。だから明日垂れたらすごい、もうあの明後日雨になります。よくないよ、よくないよ、大丈夫だよ、って晴れますにしよう。でも今日は明日のために気合い入れてちょっと今日はインで行きました。よっしゃ、明日もいいしよ。じゃあ私もとか言って、はい、どうぞ。ミッキーみたいになっちゃった。はい、ミッキーマスみたいになっちゃった。私はもうとにかくね、あれとあれをやるって言われて2つあるんですけど、その2つがすっごい楽しみなの。やばい、ネタバレしそうだよ。ネタバレしそう、これ以上言えないから本当にね、もどかしいんだけど、もうレッスンすら楽しみでした、私は。うわ、本当に楽しみ、楽しみだよね。自己嫌悪、おおおおおお、すいませんでした。はい、すいませんでした。しゅんちゃん、え、あんた最後でしょ。あんちゃんの、じゃあ失礼しました。セッサー最後なんだよ、そんなこともわかんないの。ちょっとさ、はい、皆さんこんにちは、塚本空です。私の明日のポイントはですね、あれです、あの待って、あのあれです、あれ待って待って待って、やばい、ちょっと待って、ネタバレしないで。本番に弱いから出ちゃってるよ。あ、そう、あれあれです、あの曲と曲があるんですけど、そこの何、絶妙なラインのところに、え、え、え、マジマジマジみたいなところがあるんですよ。伝わらないと思うんですけど。そうだ、言うの、終わったと思ってもなんかあれ続いてるみたいな、ちょっともうあんま言えないんですけど、 そうね、そういうとこがあるので、皆さんちょっとはじめ、なんだかんだ初めての試みなんですよ。はい、うんうん、ね、そう、頭からもうすごいよね、そう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 よ、びっくりびっくり、初めての試みなので、皆さん楽しみにしててください。さあ、おお、いくちゃん、はい、キミノはって言わない、最近、キミノは言った言った。あの、なんだろう、何があってもマイペースで綺麗なダンスを見せつけるところが見どころだと思います。そう、何があってもやっぱりマイペースなんで、ちょっとテンポが遅めのマイペースなんで君のはあのそこがちょっと、まあ、あ、君のらしいなって思っていただければいいと思います。おー、
どうもセンターです。もしかしたら明日もセンターいるかもしれないんですけど、ね、センターの人はねあんまりセンターですって言わないんだよ。そう、センターの心知らないの。ちょっと怒られたくない。おい、ハリバリ言われたくないんですよ。いや、そんなねセンターなんですけど、センターの話、私はやっぱり髪を切ったんで結構軽くなったんですね。嘘、切った？切ったわ。あれ全然わかんないよ。おい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 、切ったんです。だからこの髪のね揺れるそのなびきをちょっと見せて、私の色めきだってるところを前面に出していきたいなって思います。どうですか？なるほど。違う、汗ですね。ね、でも本当にリハからめちゃめちゃ汗かいてるんで、私明日ちょっとみんな覚悟しといてって感じです。だからみんなも多分きっと上がっちゃうと思うから期待しててください。わー、よっしゃ、髪切ったんだね。ね、切ったね。顎が伸びたからさ、すごい。顎成長期だからさ、マジで。なるほど。まあそんなことでね、私たちも久々のガッツリライブということで気合が入っております。よっしゃー。明日眠れない、今日眠れないかもしれない。明日眠れない、ちょっと眠れない。はい、何があっても、ね、頑張ります。じゃないと間違いますからね。そうですね。はい、はい、じゃあ止めます。はい、はい、でもね、明日がね、明日のライブが終わっても八ロケはイベントが盛りだくさんなんです。わー、ということで八蜜ロケットの最新情報をお伝えします。ハリバ、どうぞ。はい、お、一旦コマーシャルですか？そうです、ま、ちょっと、まだ何人より先に、ネタバレいけませんね。はい、全国5000万人のハリモシの皆さん、こんばんは。ここでハリモレイナの一旦コマーシャルでーす。イエーイ。はい、皆さん、ついにね、先ほどもおっしゃいましたが、明日スタプラの定期公演にハチミツロケットが出演させていただきまーす。イエーイ。はい、当日券はですね、なんと、なんと、おぉ、ありまーせー。ということは、ということは、チケットを完売いたしました。皆さん、本当にありがとうございます。はい、そうなんですよ。なので、お越しになられる方は、本当に楽しいライブになると思うので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、そしてそして、そうですね、ちょっとお待ちくださいね。そしてですね、今の顔してそしてそしてですね、こちら、あ、ちょっと違ったわ、こちら、5月2日水曜日、来週の今日ですね、八八丼の、公開生配信が、ブロディ編集部プレゼンツとなっております。八八丼の公開生配信があります。イエーイ。はい、場所は白夜書房地下1階ホールです。よく言いました。イエーイ、よくやった。ちょっと噛まずに行けました。なんと入場が私大好き無料、無料です。無料、素敵、大事大事、無料です。時間がですね、17時半入場整理券配布で、18時半から、皆さん入っていただいて、いつも通り19時から配信となります。はい、はい、また配信終了後は雑誌ブロディさんをねお買い上げいただいた皆さんとハイタッチ会が予定されています。イエーイ。はい、そうなんですよ。詳しくはハチミツロケットのオフィシャルホームページをご覧ください。さあ、はい、まだまだ行っちゃいますよ。まだ行っちゃいます。こちら、5月5日土曜日、劇団八ロケの旗揚げ公演が、日本放送イマジンスタジオさんにてあります。イエーイ、イマジン。はい、懐かしいですね。ですね、今週末よりチケットが発売ということで、皆さんぜひ買ってください。さあ、はい、そしてまだまだありましてね、まだあるんですよ。4月29日日曜日に、場所は幕張メッセさんで、ニコニコ町会議2018に行われる、ニコニコ町刑務所からの脱出に私たちハチミツロケットが出演します。嬉しい。ねえ、すごいみふちゃんのテンションが上がりに上がりに上がりまくっております。はい、はい、めっちゃ嬉しいです。はい、そしてですね、まだあるんですよ。お、はい、最後になりますが、夏の最大イベントとも言われる、あ、出た、はい、ティフ、そう、東京アイドルフェスティバルティフに、私たち出演決定しました。イエーイ。今さ、今さ、TIF でやるのかと思ってさ、ティフって思ってた。私も思った。
ったりそういうのも大事かなと思いまして、はい、はい、あのもろもろ、詳細ははちみつロケットのオフィシャルホームページを、ご覧くださいさーい、はい、ということで続きまして、週刊ハリマニュースイエーイ、今週もあるの？ちょっとですね、あの先週もなかなか結構面白いという反響がたくさん上がっておりまして、あこちらのあのコメントの方からも、あのツイッターの方からも、インスタグラムの方からもたくさんお取り寄せいただいて、はい、なのでちょっと今週も発表したいと思います。イエーイ、いや、わかんないよ、聞くよ。いきますよ、今週の私の最大ニュースはですね、あるのかな、あります。本日4月25日、私の父の誕生日です。はりま父の誕生日なんです。ということで私は今日あのアルマルファをあの父に誕生日プレゼントとして買ってきました。なんで？父はですねよく爪が割れるんですよ、うん、そしたら爪が割れたら必ず爪をくっつけるためにアルマルファでくっつけるんですよ。そうだからちょっと瞬間でくっついた方がいいかなと思って、あの高いアルマルファを買ってきました。イエーイ。話さ、はい、知ってる人結構なさ、子さんっていうか、そう、昔からね、ハリマ父は爪を洗わないそうなんですよ、話題だったからね、はい、ということで、以上、ハリマレーナの一旦コマーシャルでした。イエーイ、イエーイ、ハリマの父恐ろしいわ、本当にすごいね、さすがハリマが誕生したよね。そうなんですよね、もうほぼほぼ血が流れております。ほぼほぼじゃあ、おかしい、ちゃんとちゃんと血が流れてるまあね、明日のライブに、2日の88ドンの公開生配信、そして5日の劇団八ロケ、そしてね、あの東名阪でのシークレットライブもありますのでね、八ロケの超楽しいイベントたくさん続くので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。さーい、お待ちしてまーす。お待ちしてまーす。実さ、実さ、お待ちしてます。さあここからはあの二人による何何やら意味深なコーナーが始まるよ。私たちの可愛い子になるにはっていう秘訣を教えちゃうコーナーかも。可能かもしれないね。何を？じゃあ誰よ？何よ、何見てんのよ？アメミヤカノンと？アメミヤカノンの？あれ？せーの、 JK にはわかるまい。コーナーはですね、今、うん、ほら、ハチロケフレッシュとかいうインチキグループがあるじゃないですか。いや、ちゃんとやりたい。いや、いや、そんなインチキグループにね、私たち、あれですよ、あの、今、大学生になったばっかりで、あの、メキメキとね、色気が、そして魅力が溢れ出している私たちが、JK には分からない疑問をね、メンバーから与えられた疑問を答えちゃうというコーナーでございます。そうでございます。あのね、そうだからね、 MC の2人ちょっとそこの席どいてもらってもいい？どいてどいて、いいよ、はい、優先席だ、優先席でしょ、だからどうぞ、おばあさんが座るんだよね。なるほど、はい、どうぞ。大丈夫、私たちまで違う特等席。はい、もうなんだ、なんだ、君どうした。はい、はい、そうですね、さあ、はちろきフレッシュの皆さん、はい、あの大学生活とかさ、うん、花山の美の秘訣とか聞きたいこととかあるでしょ。どうぞ聞いてくれていいよ、全然。はい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 、どうぞ。じゃあ、うん、かのんちゃんに質問です。私じゃないんかい。あの偽アメミヤはダメ、偽アメミヤはダメです。本物に聞きたい。なんかあの大学生って高校生と何が違うんですか？大学生はお前じゃねえ。違う違う違う、え、なんか可愛い方のカノンちゃん、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 アメミヤ、アメミヤ、ニセアメミヤね。インチキ、インチキ、じゃあインチキグループ言われたくないわ。いやいや、じゃあ教えて。そうなんだ、やっぱり自分で授業が組めることですかね。だから私はこう休みを一生懸命作るために頑張りました。なるほど、頑張った頑張った、すごい、すごい、なるほど。じゃあ、はい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 、はい、質問ね、どうぞ。何の誰に質問？カノンちゃん。私じゃない。やっぱり大学生って毎日私服じゃないですか。大変じゃないんですか？やっぱりね、大変なんだけど。違うから。
でもさ、ちょっと一回じゃ聞いてみようじゃん、うん、まあ、聞いてくれんの。そうなんか、そう、毎日大変なんですよ本当に。日々朝決めクローゼットの前で葛藤してるんですけど、うん、もうね諦める。やっぱりでもさ、そうだよね、同じ服になっちゃうよね。なっちゃう。私なんかまだ JK だけど同じ服って言われてるからまず制服じゃん。だからね、多分卒業したら制服のありがたみをすっごい感じる。やっぱり、ね、あのね、ありがとうって気持ちでいっぱいになるよね。そうだよね、分かんない日あれば制服着とけばいい。そう、とりあえず着とけばいいけど。じゃあ心のかのんちゃんうん、大体言われちゃったけど、でもマジでなんか誰に見られてるかわからない気持ちで行動してる。いや服とかもだってさ、あの人同じ服着てる、あの友達いないからさ、あの人同じ服着てるって思われたけど、思われたらね、そうそうね、と言ってくれる友達がいないからね、実はだからね、なんかちょっとでも、あ、なんかおしゃれな人だなって思われたいなっていう気持ちでね、頑張ってる。まだ、ね、なるほどね。じゃあこの前なんか突然風船持ってきたんですけど、それおしゃれですか？風船は風船持ってきたんですよ。ファッションの前はびっくりした。風船は大学には持ってってない持ってないの。そうだね、そう、道でね、足が広がったから、それ可愛らしかったですよ、ね、置いて帰っちゃったあれ、おい、そろそろさ、私にもさ、ちょっと直接的な質問来ないの、森に指名入りました。入りました。怖い。なんだろう、ないの。カノンちゃんにはいっぱいあるんだけど、おい、私も今日カノンで行くけどね。カノン、じゃあ偽カノンに質問ね。じゃあ大学、ここが大変だなって思うところある？ここが大変、いや、やっぱりね、自分から率先していかないと、うん、なんかダメなんですよ。高校とかって教えてくれるじゃん、先生が、うんうんうん、だけど大学は自分が学びたいって思ったことを自分からなんか、なんていうんだろう、受動的じゃないんですよ、高校と違って能動的に動かなきゃいけないから、それが大変。いや、なんか八六絶対、うん、今見た人絶対八六って頭いいグループなんだって思ってる、ね、ありがとう、ありがとう、それだね、いいね、マジな方で答えてしまった。相談コーナーみたいな、めっちゃ食べるよ、マジだったと思っちゃうもん。でも、ね、でもまあうちらは若いからね、まだね、まだやだやだ、まだ大丈夫、みんなすぐ来るから。そうだよ、あのね、こうやって学校みたいなこと言うけどね、そうやってまだだまだだってね、うん、余裕持ってたらもう、もう決めたら、口うるさい先生みたいになってるから、もう経験者は語る。そう、でもまあ私も全然準備しなかったけど、そうだ、怖いもん、こうなっちゃうよ、そう、こうなっちゃう、こうなっちゃうから、みんな気をつけて、はい、気をつけよう。というわけで JK のみんな参考になったかな。はーい、以上 JK にはわかるまいでした。毒よ、置いちゃうよ、しょうがないな。なった、アミーやばい、アミー呼んだ、呼んだ、呼んでないわ、しょうがないな。ちょっとそろそろキッチャの顔がほら笑っちゃってるよ、もう笑っちゃうよ、ほら呼んでないわ。今週もね、キミちゃんのコーナーやりたいの。はい、そうなんですよ、いきます。キミの舞かな、目指せチキピン、めちゃぶりピンク、イエーイ。私がアーリンさんのような完璧なアイドルになるために、あらゆる無茶ぶりに可愛く対応して、この手でチキピンの座をつかみ取ろうというコーナーになっております。よー、はい、はい、さあ気になる今回の無茶ぶりのお題ですが、ノータンさんが投稿してくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の無茶ぶりは可愛い怒り顔です。おー、キミちゃんいかがですか。やっぱなんかアイドルってやるよね、うん、なんか怒り顔かわいい。あ、確かにかわいいってよく言われますもん、うん、私だって、え、うん、誰に言われたのかな。夢かな、夢かな。夢じゃないですよ。ね、ごめんなさいね、なんかちょっと私の本当の話しちゃってごめんなさい。本当の話しちゃって、本当の話しちゃって。はい、キミちゃんがね、直筆にふさわしい無茶ぶり対応をしたかどうかは、私たち八ロケメンバーが判定します。よっ、はい、対戦相手となるモリリンよりも可愛く。え、私なの。え、あ、そうなの。モリリン、私なの。モリリン、そうなんですよ。言うの忘れてた。やっぱ怒るって言えばモリリン。確かに、まあ、でもアウマはちゃんとやるから、その恥ずかしがってなんかブーとかやんないから。誰だっけ、アウマの力の笑い方が大丈夫かな。もう怖い。あ、カノンちゃんからカノンちゃんの言葉が出ました。もう対決は始まってますね。はい、やばいですね。じゃあそんなこんなで対戦相手となるモリリンよりも可愛く、そしてアーリンさん並みのアイドルぶりを発揮できていたと判断した場合、私たちがクリアの手を挙げさせていただきます。
6人中4人がクリアの手を挙げればコーナー存続、クリアできなければコーナー終了ポイントが1つ増えます。このポイントは5ポイントを獲得した時点で君ちゃんのコーナーが終了となりますので、気合を入れて頑張ってください。頑張れ頑張れ頑張れ。ちなみに現在1ポイントです。たまってるな。そうなんですよね、まず4回でアウト食らったらもう、そうそう、頑張ってね。みふちゃんはやっぱ勝ったからこう余裕な感じで、いや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 、圧勝でしたね。あれは最高でした。あれはもうではね、まずはじゃあ今日はモリリンからやっていきましょう。よっ、私たちもカメラの向こう側に移動します。移動します。え、でも青は何なんか海はフレームアウトします。やばい怖い、なんかもうなんか圧かけられてる君の前で。でも青はもう、あのアーリン推しなんですよ。アーリンさん推しなんですよ。おっ、確かに。てか君の前かよりも、ね、ハリマレーナよりも先にアーリンさん推してたのは森山なんですよ。違う、長さじゃないよ、愛の大きさだよ。先生予測ですね。長さじゃない、お前なんてくれよし、気合いインしてるインしてる。でもこれやってるとみんなからダサいって言われます。足長いと思ってるもんね。足長いでしょ、ほら。でもね、私と同じ長さなんだよ。バカ野郎、それ何、身長の身長の差をだいぶあるのに。やめてよ。じゃあそろそろ大丈夫ですか。はい、モリリンの可愛い怒り顔です、どうぞ。ちょっとさ、3、2、1、ブンブン。怒ってないよね。いつものモリリンとのギャップが怒ってないよね。怒ってないよ。ねえ、それはインチキだよ。そうだよ、やっぱインチキアイドルだな。うん、じゃあ次いよいよ君ちゃんの番いきますか。これはなんか勝てそうじゃない。勝てるよ。勝てるよ。超えるんだ君の。頑張れよ君の。応援してるから、私たち応援してるよ。さて、ジキピンをその手で掴むために、可愛い怒り顔まで3、2、1。もう怒っちゃうぞ。声出ろ。違う、違う、なんかモリリンみたいな可愛いのやろうかと思ったんだけど、ちょっとさ、なんか声低くなんかさ、もう怒っちゃうぞ、嘘っぽいみたいな、なんか言ってたじゃん。もう怒っちゃうぞ、なんか舐めてるみたいなこと言ってたから、ちょっとこっちの方がいいのかなって思っちゃった。じゃあちょっともう一回やって。じゃあでも、どっちに怒られたいかって言ったら今君ちゃんだよね。あー、確かに、それはそうかも。声引っかかったけど、パート2でモリリンバージョンやるよ。オッケー、モリリンバージョンやるね。モリリン必死だからさ、このコーナー。モリリンバージョンするね。はいはい、なんだっけ、もう怒っちゃうぞ。なんでもいいの。はい、怒り顔で3、2、1。ぷんぷん。ねえ、私実に再現したこっからこういう風にやる。えー、これダメ、難しいな。え、どう、え、でもまあまあ可愛い、まあまあ可愛いって言ってます。まあまあダメだよ、私にみんな手を挙げてくれないとふざけんじゃねえよ。だからね、やばい、これが本当の歌。やばいよ、じゃあね、待って、これは可愛く対応していくっていうコーナーだから。そうね、手応え的にはモリリンインチキっていうのがめっちゃ多数あります。モリリンインチキだって。インチキ、いやでもさ、違うよ、アホだってこんなやりたくないのに。ちょっとそうやって逃げるのやめてよ。自分でいつも逃げてるよ。言い訳、アオちゃんもん。はい、それではメンバーの判定をしましょう。そやな、はい、無茶振りお見事、成功したと思ったメンバーは手を挙げてください。どうぞ。はい、お、戸惑いが。でも1、2、3、4、5。これは5だから成功です。イエーイ、おめでとう。ブちょっと最後までやっていただきますけど、なんでなんで途中で抜け出したの。諦めないで、諦めないで。ブンブン、モリリン、キミちゃん、ありがとうございます。ミフちゃん、ありがとう。募集しております、はい、はちみつロケットの公式ツイッターにハッシュタグ88ドン、ハッシュタグジキピンをつけてご応募ください。よろしくお願いします。パパパパ、以上、君の前からの目指せ無茶ぶり、違うわ、目指せジキピン無茶ぶりピンク、イエーイ。さあ、ここからは出来次第でこの後の空のテンションが180度感じます。このコーナーです、どうぞ。塚本空の塚本
私が与えられたお題に沿って3分間即興でお芝居をするというコーナーとなっております。おおここから今日から、うん、進行だしね、当たりルールだよ。新ルールがあるみたい。何？新ルールがあるみたい。何？そうなんです、聞いてください皆さん。はい、私今回から2人指名していいことになりました。だから被害者が1人、出演者が2人と私になるわけです。怖い被害者さんが、被害者が、そしてね、あと1分間のもごもごタイム、作戦タイムみたいな、もごもごタイム、そう、作戦会議できる時間を設けていただきました。あまりにも新しいです。はい、ありますし、はい、スケートが2人いるということで、うん、もうあの前回までのよりも全然もう違ったような、おお、もうすんごい、もうこのまま映画いけんじゃないかぐらいのあれなんですよね。そうだよね、これが多いですね。そうだよね、本当に上がっちゃったもんね。そうだよ ね、 だよね、求められちゃうよね。Oh my gosh。 まあそんなソルちゃんには頑張っていただきましょう。はい、物はいいようですが、うん、2人という指名だというところで、ね、地面になったということは、もうさっきもさ、本当にやりたくなかったんだよ。じゃあ、待って、引きずらないで、引きずらないで、引きずらないで、終わっちゃったから、ね、切り替えたい。そう、食べたいでしょ。はい、そう、食べたい。ものの言いようですが、2名になったということは、うん、私たちの巻き込み事故も上がるということなので、そうです、皆さんも注意くださいね。はい、ね、頑張ります。被害者の方が増えますね。はい、はい、ではね、今回、そらちゃんの相手役を演じるのは誰と誰ですか。どうしよう、怖い怖い。じゃあみんなちょっと目をつぶって発表するから。怖い。あ、手が取る、あの肩叩けば分かった。いい、うん、みんな今から私が選ぶから、誰にしようかな。あなたと怖い、あなた私たちのシチュエーションを決めてもらうメンバーは、じゃあハリマ、私、うわー、ハリマの適当なね、ハリマちょっとしっかりちゃんと分かった設定してね。分かった。じゃあ塚本そらちゃん、うん、はい、塚本そらちゃんは、ちょっと待って、ごめんね、ちょっと面白いものを見てしまった。何ですか。じゃあ面白いこと言ってくれるんですね、そんな。違います、違います。はい、お願いします。分かった。そらちゃんがなんかネチネチした映画監督ね、なんかめんどくさい映画監督、なるほど、すぐカットする、いいじゃんいいじゃん、機嫌がすぐ悪くなる、モリリンタイプ、なるほど。あ今悪口が入りました。はい、はい、それで、でしおちゃんはなんか、なんかすごい、なんか本当はそこまですごくないのに、すごい、なんか私なんかすごいトップ3の女優だからぶってる女優、大物女優、疲れない、疲れない、で、みゆちゃんは、うん、なんか真面目なんだけど、うん、ちょっとこけるみたいな、ちょっとそのままやっちゃった。みゆちゃんがちょっとさ、なんかさ、ちょっと若干笑いのキャラ似てんじゃん。あの、しほちゃんも似てんじゃん、ちょっとネチネチした監督と大物女優風と大根役者風ということで。なるほどね、なるほど、さすが、それでいっちゃいましょう。あ、じゃあ、ちょっと、もごもごして、もごもごタイムか、今。そうだ、もごもごするわ。はい、もごもごしましょう。じゃあ、今、つなぎタイムだからさ。つないじゃおう。ほんとにさっきのプンプンダメだよ。そんなの知らないよね。私のテンションも感じが変わった。なんかこの流れる。そう、声にやってるのをちょっと見て、やろうって思った。コメント読むわ、じゃあ。みちのメンバーって書いてる。意外な人。意外なチョイチ。そうなんだ。ちょっと肩なかったわ。はい、松ボルだってよかった、ね、やった、ありがとう。なんで誰も反応してないの。なんかなんて返せばいいか分かんなかった。まあそういう時あるよね。やっぱ期待されてるね、みふちゃん来たとかね。みふちゃん ね楽しみだね。ね、なんかすごそう。なんかみふちゃん、なんかガチでなんか本当に本気に入りそうじゃない。なんか演劇派、そう、演劇派だから。演劇派、ちょっと私ねえ、モリリンをディスるハリマってさ書いてあるよ。アオちゃんかわいそう。アオちゃん、ハリマにいじめられてる。
いつもやってることだよ。そうだよ。そうだよ。すごいなんかさ、めっちゃ本当にすごい。はい、ねすごいな。よし、いけるなって頑張れる気がする。おじゃあ私たちは拝見いたします。せーの、最後。あ、なんだ、なんだ。インカラやろう、インカラ。あ、インカラやります。じゃあいいですか？あ、オッケー。いいですか？じゃあ私ここに座って入り始めます。いきますよ。それでは、違うわ。それではここで、いや違う、もごもごタイムやったじゃん。もごもごタイムやりました。はい。さあ、塚本座長。はい。塚本座長。はい。言えなかった。準備はよろしいでしょうか？よろしいでございます。では、ハリマからいただいたお題。ずずしいネチネチした映画監督、はいはい、大物女優、はいはい、ふ大根役者、大根役者。それでは3分の即興芝居を行います。それでは塚本ドラマティックシアターの開演です。ブー。それでは出席あの番号1番花山志保さん来てください。はい、おはようございます。クランクインです。よろしくお願いします。はーい、おはよう。おはよう、今日も元気ね。あ、元気です、ありがとうございます。はい、じゃあ次、じゃあ2番みふるちゃん、はい、よろしくお願いします。今日は呼んでいただいてありがとうございます。いや、そんなことないよ、もう。いい球よ、君。ありがとうございます。いいね、いいね、いいね、いいね。頑張ります。頑張ろう。じゃあ、それじゃあ、今日はまず、じゃあ、まず、ワンシーン目から撮ってみようか。オッケー。了解しました。ないじゃん。じゃあ、まず、じゃあ、はい。そうだね、君、ちょっと可愛いから。ありがとうございます。じゃあ、君、はい。女の子役やろうか。了解しました。君は男の子役でいこう。なんで？なんで？ねえねえ、私誰だと思ってるの？じゃあしょうがないからいいよ、じゃあ。じゃあいいよ、じゃあ君も女の子でいこう。君やっぱ男の子で来るから。わかりました、頑張ります。ごめんなさい、ちょっと本当に撮りたいシーンがあるんだ。ちょっとあのじゃあ。はい。じゃあ好きなようにやってみてください。撮りたいシーン。あ、わかった。え、じゃあまずはその出会いのシーンからよろしく。はいはい。まずじゃあすれ違って、はい、目と目があって私のこと好きなのかなっていう感じでお願いします。それではよーいだーっ。ちょい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 、何？ねえ、ちょっとさえも言わないんだよ。カット。はい、何ですか？何でしょう？君ね、はい、ちょっと下手くそ。ねえ、私君下手くそ。私そうなの？なんかまず歩き方がごぼうみたい。ごぼう、ごぼう、歩くごぼうだ。ねえ、何そう。私歩くごぼうだ。 私今トップ女優なんだけど。わかった、もう一回仕切り直そう。はい、じゃあ次は浮気した相手。もういいんだこのシーン。どうしても見たいシーンじゃないよ。浮気したこのこのかわいいかわいいかわいい君いいね。君いいね。私ありがとうございます。じゃあこのこのかわいい人が浮気、この男の人が浮気したシーンをよろしく。よーいスタート。ミフ、ちょい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 、まだ始まってないんだけど。よーいスタート。ミフ、ねえ、あんた浮気したんでしょ？いや、してない。はい、終わりね、ちょっともごもごタイム。いや、ちょっともごもごタイム返してくんない？違う違う、ちょっとオチは考えてた。オチは考えてた。今そこまで至るのがね、ちょっとそこまで至るのが、しかも全然ネチネチしてないし優しいし、あ、おはよう、あ、おはようとか、なんか圧倒されちゃってる。ちょっとごめん、ちょっと花山さんが思ったより張り切ってて、張り切ってて、なんか押されてしまったって思ったら、花山さんすごい上手かったよね。あの人誰だと思ってんの？なんか座った瞬間に膝触り始めたから。しかもさ、誰だと思ってんのってさ、これだからね、T シャツ着よう。やっぱアメミヤだったら何でもできちゃうみたいな、そういうね。ちょっと今回負けてしまいました。そうね、負けちゃったね。あとみふちゃんのね、ちょっと使いどころがね、わからない。
わかんない。全然転んでも入れないし、そう、なんか転んでって案外あの演技が上手かったっていうやつ。いや、ほんとに前だよ。えねえねえ、ほんとにさ、どんなオチだったの？そうね、まあこれちょっとみんなじゃあさ、はぁはぁはぁって笑う、あの、お願いします。伏せ笑いの準備しといて、よろしく。わかりました。せーの、ブンブン。はぁ、以上ドラマティックシアターでした。来週あるかな。来週ありますようにってちょっとおまじないしといて。そんなこの世の終わりみたいな。ちょっと、ちょっと待って、おまじないでしょ。簡単なおまじないしといてね。カモン。言葉が出ない。しょうがないすぎた。なんだなんだ、めっちゃダメって受け取る。カモン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 、明日のご飯はカモ鍋、私のご飯はカモ鍋、いあなたのご飯もカモ鍋、でも私は皮もあげが変わってしまいました。はい、先輩、はい、ちょっとね、はい、一瞬ねブレイクタイムということで、はい、ちょっと使わせていただいてもいいですか。さあ、そんなことよりあの次のコーナー行っていきたいと思います。はい、浜さんお願いします。はい、アメミヤカノンがみんなの悩みをちょっとだけ解決、アメミヤカノンの駆け込み浜さんでらよいしょ。今週のお悩みを読ませていただきたいと思います。はい、ルクセンさんが投稿してくださいました。ルクセンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今度女の子と2人で出かけることになったのですが、僕は女の子とどこかに行った経験がほとんどないので、どこに行けばいいか全くプランが思いつきません。どうすればよいのでしょうか、というお悩みですね。なんかあれですね、ほっこりとするような。かわいい、かわいい、こんなかわいい悩み初めてじゃないですか。全然違うんだよ、行ったこ、一回も行ったことじゃないんだよ。ほとんど行ったことないから、行ったことあるちょっと、ちょっと、ちょっと、ね、ちょっと経験がね、何よ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 。アマさんのありがたい言葉をいただく前に、他のメンバーの意見を聞いてみようかなと思います。私からいきます。私が考えたデートプラン、こちらです。じゃらん、映画デート。あー、いいね、まず、あ、好きなんですけど、まず恋愛映画を見る方がいいと思います。で、いいシーンで目が合っちゃって手が触れ合っちゃう、キャーって感じです。あー、なるほど、それも映画の中見たい。わー、ナイスツッコミ。フリーが見たい映画かな。でも、あの、でももう一個あって、映画は喋らなくていいから、あの、会話には困らない。確かに、そう、そうだね、だから気にせず。でもちょっとポップコーン取るときに手が触れ合っちゃう。でもそれもまだ気になって、以上です。おー、いいね、いいですね。以上です。お、はい、おい、お、はい、もうどこだ。はい、はい、3コースあるんですよ。なんかこっから行って、こっから行って、こっから行くみたいな。やっぱデートは1日がいいと思うんですよ。で、ちょっと朝だか昼だかから、じゃん、まずいちご狩りに行くんですね。はい、あの、女性は多分いちご好きだと思うの、大抵の方は。そしていちご狩り行った後に動物カフェ巡りです。あー、いいね、いいね。そう、動物ってみんな癒されんじゃん。なんかハリネズミカフェとかね、猫カフェとかあるじゃないですか。で、そこに行ってからの夜ご飯はビュッフェ。食べ放題。ビュッフェ、ビュッフェ、ビュッフェだよ。ビュッフェ出ちゃってるよ。はい、いいね、めっちゃ良くない？ビュッフェ大好き。なんか会話に困ったらさ、お皿取りに行けばさ、そうだよね、お湯が欲しい。そうだよね、まあそれもあるよね。でもこれ、え、なんか良くない？なんか充実した一日になると思います。楽しい。お、次はハリマレーナー、イエーイ。はい、早く行ってください。デート企画はこちら、山登り。ハリマっぽい、ハリマっぽい。いや、 やっぱり都会は無理です、私。なるほど、うん、そう、ハリマ都会泣いちゃうもんね。うん、泣いちゃう。この前じゃない、なんかちょっと原宿とか行っちゃったらちょっと怖いじゃないですか。
だって、ね、前一緒に行ったじゃん。今日も初めての時泣いちゃったんだよ。数年前は怖かった、ね、そう、数年前は怖かった。もう今平気な顔してさ、あの都会に染まったわ。ちょっと染まった。違う違う違う、私はなんで山登りなの？あ、だって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 、山登りだったら絶対女の子はお弁当作ってくるでしょ。あ、作ってこなくない？え、来ないの？コンビニ？え、コンビニ？じゃあそれ作ってくれないじゃん。山登りって重いじゃん、だって、うん、結構。え、そう、女の子に荷物持たせちゃいけなくない？いや違う、男の子が頑張って押すの、なんか大丈夫みたいな。押すって、押す、かわいい。待って、なんかガタガタとか。背中をこう押してあげるの、こうね。そう、で、ちょっとなんかね、やっぱフラッてしたらこう大丈夫ってこうね、こう支えてあげるとか。なるほどね。そう、ちょっとそこでダンディーな姿を見せてもらって、で、ね、女の子が作ってきたお弁当をもう美味しそうに食べて、はい、ハリムさん持ち時間過ぎてますよ。食べて、1日過ごせます、山登り。しかも、料金もそこまでかかりません。一番いいと思います。ありがとうございました。でもさ、そこまでに行くのが大変そう。だから近くの山に行けばいいじゃん。あ、そっか、あ、そっか、なんでもないっす。うん、はい。アメミア入ります。アメミアは、ちげえわ、ちげえわ。私は、じゃらん、美味しいものを食べる。やっぱこれに行きますよ。やっぱり人は食べ物を目の前にすると幸せな気持ちになるんですよ。うん、で、なんかあるじゃないですか、ミラー効果みたいな、食べる時にあるみたいな。そう、それを意識して、なんか同じものをなんか食べようとするときに、なんか同じの、なんかあるよね、向かい合ってるときにさ、食べるの同じだったりするとさ、そういうなんか効果があるっていうのをテレビでやるの見たの、使ってんの、ちょっと使ってない、使う場がない、使う場ないが、だから私の丸ばっかしてくるの。そう、ちょっとソラちゃんに好きになってもらえるからね。だから、ではまあね、そんな感じで、その食べ物をね、囲んでればみんな仲良くなれます。わあ、逆にね、だから私の T シャツ着てね、ちょっとミラー効果。あ、いいじゃん、ミラー効果好きだった。なるほどね。じゃあ、そんな私のことが大好きなしほちゃんの次に私発表したいと思います。じゃじゃん。映画を見る前にご飯を食べるところに入ってケーキを頼んで、もう払ってるわよという。なんで男が払ってるわよって。なんでわよ。え、違うの、これは私がしほちゃんにしてもらったことなんです。あの、そう、映画を見る前に、なんか私ご飯行きたいところあるからって言われて、なんか変なとこ連れられて、それでなんか食べてたら、なんかケーキが出てきて、で、そしたらなんか、ありがとう、嬉しいって言って、で、払おうとしたんですね。お金払おうとしたら、もう払ってるからって言ってたんですよ。で、それ本当にかっこよくて、ハリマみたいなケチな女の人だったらすぐ落とせると思う、多分。そう、なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ。なんでもないんだけど。まあ、怒ってくれたら落ちるよ。いや、ちょうど。じゃあ私行こうかな。そう、デートの前の話なんだけど、じゃじゃん。お互いの行きたいところを言い合う。なんかめんどくせえ。そう。なんか決めちゃった。そうすればさ、より喜んでもらえるデートになるかなって思ったのと、なんかお互いのさ、好みがもっと知れるじゃない。だから会話ができるんですよ。あ、じゃあデートをする前に話し合うデートをする。そうだから、いっぱい話できるじゃん。え、でもどこでもいいよとか言われるじゃん、きっと。だから、そしたら、なんか、遊ぶのか食べるのどっちがいいとか、そういう広い範囲から、自分のしたいことの範囲で、広い範囲から決めてもらって、そしたら、そう、自分と相手両方の意見が言えるから、いい感じに決まるかなって。え、そんな世の中甘くないよ。え、そうなの？絶対、なんでもいいから。え、僕もなんでもいいよ。え、なんでもいいよ。それが、それで、どっちがいいっていうのをやってあげれば、自分の意見も言えるし、相手の意見、相手も自分が先に言ってるから言いやすいから。仲良かったら言えるけどさ、そんな親睦なかったらさ、確かに。どっちでもいいよ。え、俺もどっちもいいよ。え、でもさ、女友達でもさ、絶対さ、どこが、あ、もうめんどくさいからいいかな。ほら、私が開かないからさ。あの、この前すごい不思議なことがあって、あのね、友達と遊びに約束したんですよ。だから、あの、無難にじゃあここ行こうって言って、すごい、あの、誰でも楽しめそうなテーマパークをね、私提案したんですよ。そしたら、その仲のいい子が全員アニメオタクだから、え、それより
夏恋の方が拉致が開かないから雨宮先輩に振ろう。そうやね、ありがたい言葉を聞きちゃう。ルクセンさん心してお聞きください。私もちゃんとプランがあるの。水族館デート、まあ水族館デートって書いてあるんですけども、えまず夕方ぐらいに待ち合わせますね。あの、うん、やっぱ、まあ、あの一顔作んなきゃいけないし、だってさ、そういうもんそういうもんじゃないだろ。初めての人とさ一日中いるってしんどいと思うのね。だからこう夕方ぐらいに会って、で水族館をちょっとプラって楽しんでから、夜ご飯をちゃんとその子が行きたいお店をジャッジしといて予約してそこに連れてくの。すごい、これで多分いける。前から行きたいって言ってたよねみたいな、うん、じゃあ水族館でお魚さん見た後に海鮮丼食べたい。そうそうそう、お魚美味しそうだねって話をしてから。もう大変やん。何と思います。水族館って美味しそうだねって言わないから、言わないから、マグロ泳いでたら美味しそうだねって言ってたでしょ。怖いよ。結構助かりますねこれは。そうね、結構なかなかいい。こんな7つあるんだから。そう、7パターンの女の子。さすが甘さでございますよ。いるよ絶対、当てはまる子。ありがたいお言葉をいただきましたね。ルクセンさんいかがでしたか。よかった。そして雨宮さんからありがたいお言葉をいただきたいと思った皆さん、まだまだお悩みを募集しております。はちみつロケットの公式ツイッターにハッシュタグ88のハッシュタグ甘寺とつけてご応募ください。さい、私はカノンがあなたのことを思ってお答えさせていただきます。待ってまーす。からはどんな曲が飛び出すか、はい、口の引いてのお楽しみ。題して八の毛の丸々な話。八の毛が現れるトークテーマに従って面白いトークコーナーをしちゃう。しちゃいたいと思います。はい、しちゃいたいと思います。よい、イエイ。トークテーマはお題ボックスの中から引いて決まります。それでは、はい、丸々な話、最初のお題を引いてみましょう。じゃあ私引きます。3つぐらい取ってた。じゃじゃん、得意料理の話。得意料理、得意料理、皆さん得意料理あるよ。私、おオムライス。もうだけどチーズケーキ。作って私に。いや作ります、作ります、作ります。私さ本当に料理言ったっけ、私このこと。え、私あのホワイトデーの話したっけ、うん、マイクなのかな。そう、ホワイトデーなんか私みんなからそう、うん、もらったんですよ。みんなの八六家のみんなからとか、うん、学校のみんなから、うん、あのチョコもらったから、私、うん、バレンタインデーには作れなくて、うん、だからホワイトデーに作ろうと思ってスノーボールを作ろうとしたんですね、うん、なるほど。あれ話した気がする。でなんか、うん、それスノーボールを、うん、なんか電子レンジ入れたら爆発したんですよ。何入れたの？何入れたの？え、やばい、なんか電子レンジ入れたら爆発。え、あれ結構簡単にできるやつじゃない？そうそうそう、え、なんか混ぜて入れたらできるとか書いてあったんで。でも大丈夫だよ、アボ作んないから。マジでか。アボは、あの、買ってくるのね、市販のやつ。だってさ、アボ下手だから。アボ待って、市販のやつ買ってくるじゃない、お母さんに。お母さんにしよう。全部お母さんにしよう。アボに買ってきてもらって、ラッピングもママにやってもらって。私のはアボ。いいとこだけど、いいとこだけど。いや、だってさ、アボが作っても美味しくないから、市販の方が美味しいじゃん。気持ちが嬉しいんだよ。気持ちが嬉しいんだよ。私なんか爆発したのあげたの。もうでも本当に爆発するってすごくない？びっくりしちゃって、なんか本当に少女漫画のヒロインかと思っちゃった。なんかすごいと思って私。私ね、ママとパパ両方とも料理が上手だから、うん、私は下手なんだけど、そのこれ入れたら美味しいよとか、こういう風にやったらいいんだよっていうの。でも見えちゃう。まあ美味しい。美味しかった。チョコレートのめっちゃ美味しかった。美味しい。美味しい。出してもらいましょう。ね、ありがとうございます。もう一個ぐらい。もう一個。はい。もう一個いけるだ。はい。いけるだ。じゃあ、じゃらん。遊びに行きたいところの話。ああ、いいですね。あの、私ね、あのニコ動遊びに行こうと思ってた。本当に？あ、そうなの？出させていただくって決まったっていうのはさっきね、うん、公開させてもらったんですけど、はい、本当にね行こうとしてたんですよ。そうなんだ。嬉しいね。すっごい嬉しかった。で、ワンの後ね、うん、回りたいなって思います。で、ドリンクも今年はすごい面白そうだったんで。あばね、のんちゃんとデートがしたい。あ、いいね。突然のお誘い。デートする？どこ行きたいの？なんでもいいよ。行った。いいよ。いいよ。
じゃあデートする？うん。あ、いいよ。じゃあ私がおすすめの場所行こうじゃん。ごめんな、みんな。こっちのエリアは大丈夫？え、君のはね、君のはね、ハリマと大戸屋遊び行きたい。え、待って、私先輩だから、私ハリマに3回ぐらい大戸屋潰せる。大戸屋ね、ほんとにね、一回も行ったことないの、君の。だからちょっと、キンカーさん美味しい、ハリマと一緒に行きたいなって思って。大戸屋ランチ、大戸屋ランチが一番優秀だって。安くてうまいんだよ。もう揃ってるよね。いつも一緒だよね。いつも一緒のもの頼んでるんだよ。でね、私がね、なんかどこ行きたいのって言ったらね、大戸屋しか言わないの、この女。え、ちょっと大戸屋、大戸屋めっちゃ美味しい。私は、じゃあ、ししょうちゃんにおごってもらうわ、ケーキ。あ、いいね、それ。お財布じゃないんですよ。もう一個いっちゃう。キリン。一度でいいから、お腹いっぱい食べてみたいものの話。お食べ物。いっぱいある。なんだろうな。迷っちゃうね、これは。私、今すごいチヂミが食べたい。ね、聞いて、トウモロコシチヂミってのがめっちゃ美味しいの。そう、ごめん、個人的なの。どこだったか忘れたけど、連れて行った。え、本当にトウモロコシチヂミっていうのに出会ってしまってめっちゃ感動したの。食べたい。私あれ食べたいの。今あのポーテトレーラー。あ、美味しかった。そう、しょうちゃんがなんかすごい、あのハチミツロケットのインスタがあるんですけど、そこに載せてたなんかめっちゃ伸びるやつが食べたくて、私それならいくらでも食べれる気がする。まだ食べたことないけど。あれ美味しいよ。また食べたらあのインスタにアップする。そうね。しょうちゃんと同じ角度で食べます。そうね。はい、そろそろお時間です。以上、ハチロケの丸丸の話でした。さあ、それでは最後のコーナーに参りましょう。しょうちゃん。はい。今週もね、楽しみしました。楽しみ。ただいま志保の炭水化物占い。イエーイ。というわけで、今から私が3つの炭水化物をあげるので、そこから皆さん好きなのを選んでください。そして、はい、私がね、食べたいと思ったものとね、同じのだったら明日超ハッピーになりますっていう占いでございます。はい、はい、今週のラインナップはこちらです。じゃらん。 A 焼きチーズカレー。あー、待って、私、何、私それ何それ食べたい。え、美味しそうでしょ。美味しかった。うん。 B バジルパスタ。バジルパスタ、美味しい。 C 親子丼。あー、食べたい。さあ、皆さん決まりましたか。決まった決まった。じゃあ A の焼きチーズカレーの人。はーい。おー、やっぱカレーは人気だよ。カレー世代のヒーローだからね。すごいですね。ほとんど5人ですね。じゃあ B のバジルパスタの人。はーい。モリリンっぽい。モリリン麺類好きだよね。確かにね。麺だから。C の親子丼は誰もいないということですね。おお、なんだろう。美味しいですよね。じゃあ早速今週の2を発表したいと思います。じゃらららららんじゃん。バジルパスタ。くかまく。ありがとうございます。2位ですよ。私の先週くらいのお昼ご飯。おお、そうなの？そう、私のね、これ占い、多分私の食生活バレちゃう。バレちゃう。じゃあね、みんな期待してる1位。地獄か天国か。じゃらじゃらじゃらららん。あれ？ちょっと待ってね。じゃん！親子丼！みんなの期待裏切りました。おー、マイガー。マジでしょ？親子丼がすっごく食べたくて、なんかすごいね、ツルツルの卵のやつがすっごい食べたいの。てかてかの。かわいいでしょ、ピヨちゃん。ごめんなさい、ごめんなさい。3位の焼きチーズカレーを選んでしまったあなた。ちょっとごめんね、私のね、一昨日の夜ご飯。ちょっと、選んだやつあげろよ。明日のライブ大丈夫なのかよ。ほら、またさ、1月8日の私が朝輝いちゃったライブみたいになるよ。でも大丈夫、でも大丈夫だよ。何？気が強い人とにたくさん媚びを売れば元気になれる。マリ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 かわいい、かわいい、すごい好き。もうブンブン。はい、もうこれで明日超ハッピーでございます。というわけで、以上ハネムショーの炭水化物占いでした。そろそろ8時となります。それでは恒例の MC の番組たいと思います。今日は番号はどうしますか、キミちゃん。3と5。3番だけで。3番だけで。はい、よし。はい、来週あれですよね、公開収録。来週公開収録配信ということで、ちょっとしっかり赤く見てくださいね、キミちゃんも。はい、はい、一回だ。だからさ、来週の MC は大事なんですよ、私の相棒となる。やばい。なるほど、なるほど。誰だろう。せーの、じゃん。お、誰？おー、あ、私。あらやべえ。
うね。怖い怖い。なんでなんで。誰がいじめられてるの。もっとそれ。はい、来週。来週は公開の配信ですから、会場で皆さんに会えるのを楽しみにしています。どんなコーナーをやるんだろうね。お久しぶりぶりなコーナー。あのコーナーめっちゃかもしれないね。皆さんぜひ期待していてください。さあ、それではこのじゃあ最後にお願いします。はい、はちみつロケットの8時まで8ロケット。また来週。バイバーイ。バイバーイ。アメミヤです。おやすみふー。アメミヤです。いや。